聖剣伝説3トライアルズオブマナ。よし、お金貯まった、嬉しい。こんな力が
これでしばらく敵と遭遇しないでしょ。モンスターいっぱいいる。なんでこんなに集まってる。ここに食い物いっぱいあるのか。待って、彼らからは敵意が感じられないよ。襲ってくる様子もないし、試しに話しかけてみましょう。何が欲しいだが。ありがとうだが。また来いだが。いらっしゃいませだが。何が欲しいだが。使わせてもらいます。来いだけ。いらっしゃいませ。何が欲しいだが。大事にするわね。来いだけ。
つけたら脱出できるか。そうね、早く壁の洞窟に行きましょう。お金貯まった。嬉しい。次の戦いに備えよう。私が倒しました。そしてよし、いい運動になった。力を貸して。お金貯まった。嬉しい。いなくなった。次の戦いに備えよう。まだまだね。お金貯まった。嬉しい。以前はここに洞窟への入り口があったようじゃ。きっと火山の噴火で塞がっちまったんじゃろう。ちょっと待っとれ、今開けてやるわい。ほーらな。主に頼めば島を脱出できるんですよね。火山、さっき危険な匂いした。急ごう。オイラ、カールの敵撃つまで死ねない。
私は邪眼の伯爵、黒の貴公子様の予言に従い貴様たちを始末しに来た。予言によれば貴様たちは黒の貴公子様にとって邪魔な存在になりうるとのことなのでな。赤い目、バイゼルの奴隷商人が言っていた赤い目の男はあなたね。エリオットを返して。お前がローラントの王女、ローラントの王子は返すわけにはいかない。黒の貴公子様が彼を必要とされているのでな。黒の貴公子って誰？オイラたちが何をしたって言うんだ？お前たちは知らなくてもいいことだ。どうせ生きては帰れぬのだからな。まもなく火山の噴火が始まる。生き埋めになって死ぬがよい。はっ、とうとう噴火始まった。どうしよう。なんだありゃ。助けてくれるのか。来てくれてありがとう。オイラたち、残りのマナストーンのことを聞きにフォルスナに戻ろう。
らっしゃいませ。また来てください。戻ってきたな。これで八精霊のうち光、土、風、そして闇の四つの属性を味方につけたわけか。ちょうど半分、残りは四つだな。水のマナストーンはアルテナの領地、霊下の雪原の南、氷壁の迷宮にある。精霊ウンディーネが見つかるだろう。だがアルテナはすでに水のマナストーンのエネルギーを解放したらしい。気をつけて行け。灼熱の砂漠の南には火炎の谷と呼ばれる炎に包まれた谷がある。火のマナストーンはここにある。火の精霊サラマンダーを見つけられよう。ボルセナの南東には獣人たちの住む月夜の森が広がる。ここには月のマナストーンがあると言われているが、詳しいことはわからない。ただ獣人たちはかなり強いと聞く。月夜の森に向かう前にクラスチェンジをしておいた方がいいだろう。そして木のマナストーンはワンダーの樹海と呼ばれる原生林にあるらしい。木の精霊ドリアードを探せ。だがワンダーの樹海へは地上から近づくことはできない。樹海の南にはランプバナの森という不思議な森がある。森の中にあるというエルフたちの国ディオールを見つけ、どうすればいいか妖精王に聞いてみるしかない。
お前たちが火山島仏下から脱出した時に助けてくれたのはブースカブーだと思う。奴が助けてくれたのはフェアリーの宿主だからだろうか。フォルセナにはブースカブーを呼び出すことができる秘宝の笛がある。本来ブースカブーは決して人には心を許さないため危険なので封印しておいたが、お前たちならブースカブーを味方につけることができるかもしれん。笛を吹けば世界中どこからでも砂浜ならブースカブーを呼び出せるはず。持って行くがよい。
イラ寒いの得意だけど暑いの苦手。この辺あんまり食い物なさそう。マナストーン見つけられるかな。いい商品揃えてるよ。お目が高い。これ欲しかったんです。またのお越しを。いい商品揃えてるよ。いい買い物したわ。またのお越しを。またのお越しを。いらっしゃい。またのお越しを。いらっしゃい。
またのお越しを。